まあ次第にちょっとね、あの関係者の方やったんですけど関係者の方で、まあ3時ぐらいからもんじゃ焼きおるっていうことで、うん、中山くんと渚とね、はい、行ったんです。で僕らが着いたのが夕方6時ぐらい、うん、でその一人の女性の方が、うん、ごめんなさい別にもあの文句とかディスでもないですよ、100キロ超えてるよね、お108って言ってましたね、108キロって言ってました、大きかったですね、はい、でと、うん、まあそのプロデューサーの方、はいはい、で着いた、うん、結構酔ってたよねもうね、うん、昼から飲んでたみたいですね、あだいぶ長いマンボウなんで、あ、まあ時間早めにね、はい、飲み始めて、はい、でまあ結構飲んでたんですけど、うん、そのいや僕もあんまこんないじられ方したことないんですけど、うん、その方の横に座ったんですよ、うん、で僕の方を僕のね、うん、結構触ってくるんですよ、抱きしめたりとか、すっごいですよ、すごかったです、あそうで私のことどう思ってんですかって顎パッと掴まれたりとか、あれってそれはもう笑いますやん、それはそう、ね、いやいやもうやめてくださいよ、まあ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 みたいな、背中ポンポンと刺さったんですよ、うん、なんすか私の体触って、え私がスポーツブラやからバカにしてるんでしょいやじゃなくてあの太ってらっしゃるから、そうかデザインブラじゃないんです、無駄じゃないんだ、じゃないもうそれしか対応してないという、うんうん、でいやちゃいますよいう話して、はい、でまたバー飲んで喋って でまた、はい、久保さん私もうダメムラムラしたエッチしたいって言ってパッと僕のマジですよ、それで僕の方をキュッて抱きしめられたんですよ、でも人もおるしちょっと もうやめてくださいってこうしたんですよ、はあ、ちょっと何ですか、うん、胸触って触ったつもりじゃないですよ、パッて手が当たって思ったんですよ、あ、まあ、大きいからね、そら当たるかもしれないですね、お酒のあれかな、ポッて顔を赤らめ張って女の人ですねやっぱね、はいはい、で俺に、うん、スポーツブラやからバカにしたんでしょまた言ってるやん、いやそういう俺一言も俺スポーツブラっていじってないしいじってない、いじってないよな、ほんでその後もうベロベロなり張って、でトイレ行く言ってんな、はい、でトイレ行く言って、うん、階段上がって行ったんよ一人で、はいはい、たら、うん、上はねお客さんいなかったんですけど、うん、ドカーンって音聞こえたんよ、うん、もうごめんなさい、見たことない人いるかもしれんけど、はい、ライジンで曙が倒れたみたいな、うん、すごいやん、あれはね全体重がリングで落ちたから、うん、バーバーンって、これはやばいと思って俺が行ったらあれだなと思って中山さんに行ってもらったんよ、うん、中山さんそこはどうやったんですか、行ったんですよ、ドガーン倒れてて、うん、はいはい、で見たら、うん、頭はどうやら打ってらっしゃらないみたいで、うん、そのいわゆる漫画のジタバタですね、両手両足を、はい、もう縦横無尽にバタバタさせながら、ここで寝るここで寝るって言ったんです、でもこれあかんわってなってでその久保ちゃんの時も僕止めようとしたんですけど、はい、ちょっと力も強い人なんで、でもドリンクとかもこぼしてるんですよね、はい、だから次の瞬間に、うん、中山さん、はい、まあ初めて会うぐらいの方なんで、うん、中山さんって私ここで寝られへん方は大丈夫やからねって言って、うん、その代わりね見とくがいいですよって言って、うん、横にあるトイレ入っていってズルンおしっこしてシャーっておしっこしだしたんですよ、で僕目離して、いやこれ女性がこういう時はドア閉めないとダメですよって言ったら、ね、その人これはね見といた方がいいですよって言うんです言ってた、で僕なんかほんま怖なってきたんですけど、でこれまあそのまま僕おんぶみたいなのしながら、言うたらその人をね一生懸命100キロ輝いて、はい、これ落ちたら2人とも死ぬって思いながら階段でね、階段からなんとか下ろして帰っていただいたんですけど、いやそうそうそう、これ思いません、いやその後もあったよ、あまだった、そうその後だからもう来はって、で店主がもう帰らせた方がいいですって言うから、はいはい、まあ、今日もう帰った方がいいんじゃないですか言って、うんうんうん、その人ね体大きいから、はい、持たれへんけど、まあ、みんなでねこうやって抱えてね、うん、そうでこう行ったんですよタクシーのところ、はい、だから耳の穴がかゆいですわって言ってたのよ、うん、ん、ああそうですか、かゆいって言って、うん、ニットキャップかぶっててんけど、かぶってた、ニットキャップの上にさぼんぼりみたいな丸いやつある、うん、あ丸いやつな、ニットキャップとっていうそのぼんぼりの丸いところでこうしたんよいや入るわけないやん、これ何をしてんのと思って耳かきの裏やん、そう耳かきのだ、もう大巨人は耳の穴もそれぐらいあるのと思って俺も進撃の耳かき、ほんでさもう一番ビビってんけど、うん、もうほらね、こんな世界入ってたら、うん、もう定番です、なんでやねん、違うやろ、まあ、嘘つけとか、もう散々言ってきました、はい、うん、この42歳にして過去最高のツッコミ出たんですけど、はい、普通のね、ちっちゃいよ、まあ、言い方悪いですよ、差別なんでもないですよ、うん、キャシャの子がバーってなんかお酒こぼしてなんかアホとか言ったらまだ分かります、まあね、うん、これだけ体倒して、うん、
でセクハラみたいな、うん、胸さ、ね、俺の手持っていってそやな触ったり、うん、ゲロ吐いて便所、うん、して見とけとか、うん、って言ってましたよ。体も傷ついてるわけで。そうだね。次の朝 LINE 来たんですよ、うん、久保田さんすいません、うん、昨日の記憶1ミリもなくて。嘘すげえ声でかっ声張りすぎやって急に。あびっくりした。こんな嘘つけやある。これ怖いよ。イヤホンで多分 YouTube だ。いやほんまよ。ドーってなるよ。こんな嘘つけやある。いや本当にあのね、でもいい人やとは思うんですよ。いやまあそうやねな。ただなんかね、そのマンボウやから昼3時から飲んでたとかはあるかもわからんかな、はいはい、でも、まあ、そんな分かるよ。飲み会でね、ご迷惑かけるって、うん、相場1個2個3個迷惑かける、うん、次の日記憶ございませんでした、うん、まあいいよ、まああれぐらいだったらわかる、うんうん、5、6まではまだ許せる、うん、10ミスって記憶ないはないって。いやあれはない思えへん。何もんなんその人。なんかやっぱり豪快な方なんですよね。豪快や。男社会っていうか、その男社会っていう言葉ももう古いですけど、もうしのぎを削ってきた業界人なんで。まあいろんなハラスメントありますけど、そのパワハラ、モラハラ、セクハラとか、うん、全部ギューンってなって、うん、で最後もトイレであのおしっこしてるお尻見せる。これ種類分かれへん。で何腹か分からん。何腹か分からんですよ。こっちはもなんかこのご時世のチューされて、うん、なんか、まあ、でもあれですよ、文句じゃないですよ。でもそういう人がいるからお仕事の話もできるし、腹渡らするからあるし。まあでもちょっと飲みすぎやったかな。飲みすぎだったな。だからもう全然記憶ないんだったらまた記憶作るように飲み会またしましょうねって送ったんです。うん、そういうとこあるよな、はいはいはい、優しいな。だからすいませんでした、また飲みましょう、でもスポーツブラはつけてますからね。そこ覚えとんかい。覚えとんかい。怖っ。怖っ。そこは覚えとんかい。いやというか覚えてるやん。そこは覚えとんかい。びっくりしました。何がそんな何がそんなスポぐらいやん。大きい声出たな。このラジオで一番大きかったんじゃないかな。お最大出たで。俺も生まれて一番でっかい声。デシベルでかかったよ。デシベルでかかったよ。えぐかったぞ。嘘つけって言うもんね。すごい。びっくりした。なあ。ちょっと向かいのビル傾いてもんな。いやそんな俺大巨人じゃないよ。あのドリフのオチみたいに一回ガラスから出たよな。いや出たな。おいみんな遊ぼうでガラス割れへんよ俺。漫画やとしたらその地図で渋谷区のとこにでっかい久保田の顔が来る。いやいやニョキーって。いや渋谷区久保田進撃の巨人じゃないよ。現るじゃないよ。えなんて渋谷区進撃の巨人久保田現るじゃないよ。俺そんなでかくないよ。それ自体知らんかったからびっくりした。そんなでかくないから。すごいね、業界の方やっぱパワフルですよね。